前田照信1月2日体は日本の投資家、元水保フィナンシャルグループ社長、会長、第23代日本放送協会会長、元国家公安委員会委員、肥後銀行監査役、5人兄弟の長男。出生自体は熊本県であるが1歳の時に両親の故郷である大分県中津市へ移り住み、以来この地をふるさととして育った。父、 圭一は弁護士で、母、下とともに放任主義の人であった。小学生、中学校と音楽系の部活動に所属し、それぞれハーモニカ、トロンボーンを演奏していた。中学時代には、西日本大会出場の成績も残している。高校まで中津で過ごし、一郎の末、東京大学に合格し上京。法学部第一類三年生の夏休みには、 ガラス店を営む祖母の家から運送用のバイクを借りて乗り回す。ついには大分から東京までバイクで走破してしまった。就職活動では富士銀行とともに住友銀行を受けていた。住友銀行には面接の段階で落とされたが、本人はその理由について、あなたは夜中、大手町の交差点で横断歩道を渡ろうしている。信号は赤だが、車は 全く通っていない。どうしますかとの問いにもちろん渡ると答えたことが原因ではないかと日経のインタビューで語っている。集団面接で前田は最後に答えていたが、それ以前の受験者は全員止まると答えていたという。須田慎一郎は著作巨大銀行沈没水保失敗の真相で入校当初から行員の中で最も朝早く勤務し、 社長になっても変わらない聖金ぶりと、富士銀行内でのエリートとしての前田の姿を描いている。ただ本人は、さっきの日経のインタビューで、新入行員の中でも、私の成績はおそらくビリだったようだとしており、審議は定かではない。入校後、最初に配属されたのは金融街東京、日本橋の暴露調子店。その後は本店に移り、大手法人有志や、 広報などの本部勤務を長く務める。このため支店長になるのが遅れ、大型の川崎支店長就任が初の経験となった。1992年には再び本部に戻り、資本市場部長に就任。1995年に取締役となり有志企画部長に、その後は総合企画部長、公共金融グループ長、財務統括役員などを務め、 富士銀行での最後の役職としては、副頭取であった。水穂銀行、水穂コーポレート銀行の再編時に、水穂ホールディングス社長に就任した。2002年、水穂ホールディングス社長に就任するも、その直後、参加業の合併に伴うシステム統合にあたって、連結の不具合から決済に二重引き落としなどの混乱に見舞われる。入社式で、上の言うことは聞くな。 上司に責任は取らせろと挨拶した矢先であった。この問題で国会に招致された際、直接にご利用者の方に実害が出たというようなことではございませんが、クレームが大量に来たということで、そういう意味で大変申し訳ないと思っております。と発言。その後すぐに不適切な説明だったと釈明したものの、マスコミに取り上げられ大いに物議を醸した。 当時の金融担当大臣だった柳沢白は、水穂のシステム障害について事実と異なる報告を受けていたと発言、内部管理の不徹底を露呈したため、さらに水穂は非難されることになった。水穂ホールディングスはこの問題の責任として、前田をはじめとする経営人給与を半年間50%カットする形で対応した。2002年には、 竹中平蔵金融担当大臣が策定した金融再生プログラム、通称竹中プランの方針に従って不良債権の処理を行った。しかしメインバンクを務めている企業に多くの倒産が出たため、貸し剥がしの代表格的に扱われ世間の批判を浴びることも多かった。2003年は前年に引き続き株安で始まり、 日経平均株価は4月28日にはバブル後最安値の7603円をつける。これに伴い、みなし5万円額面の水保株も一時5万8300円の安値をつけ、倒産や公的資金の注入が噂されることも多かった。ただし、 水穂グループは2003年3月期の決算こそ2兆3700億円の赤字であったが、1兆円規模の大規模な増資を行い財務的には資金繰りができる状態だった。しかし、この増資は同時に潜在的な株式規範の要因でもあった。また、2003年6月の株主総会でもいわゆるシャンシャン総会を行ったため、 これもまた水穂の既存の株主の批判の対象となった。財務危機の後も、資産の売却と劣後債などの増資を進めて、資本を積み増し、2004年3月期には黒字に転換、株式の配当も副配。続く2005年3月期、2006年3月期も、特殊要因があったものの黒字決算を実現。多くの批判を集めた1兆円増資の決断も、結果としては、 成功に終わった。株価も上昇を続けたため、最近は就任当初のイメージは遠のき、経営手腕が優秀であるという評価に転換されて、いくことになった。また、メガバンクと消費者金融との提携については、かねてから否定的な見解を示している。全銀協会見では、消費者金融のテレビ CM や広告について、個人的には、ちょっと目につくと他のメガバンクを案に批判。 グレーゾーン金利は明らかに正常ではないとし、2600万口座の既存顧客へのより良いサービス提供が最優先とコメントしている。その一方、銀行 ATM などの手数料が依然として高額であることについては、何でもただが良いというのはやりすぎと、値下げ慎重の方針を持っており、こうした態度へは反発もある。本人曰く、無差別にいい格好をするのは、 顧客全体への負担となるのだから、対価に納得して選ばれる銀行を目指すべき、という独自の考え方があるとされる。2006年11月8日、ミズホフィナンシャルグループがニューヨーク証券取引所に上場し、現地時間9時30分に取引開始の鐘を鳴らした。2020年1月25日、第23代日本放送協会会長に就任した。 身長1 6 6トル体重6 1ラムで30年間変わっていない。血液型は B 型。暴露調支店勤務だった1970年、同支店勤務の女性と職場結婚、新婚旅行は故郷の九州地方。二人の息子はそれぞれ三菱 UFJ 銀行、三井住友銀行に勤務している。科学雑誌、 ニュートンの創刊以来の愛読者。趣味は休日の庭いじりで、ウコンやサボテンの幸いに凝っている。小学校時代のハーモニカも続けており、休日は仕事を遮断して、宇宙や植物のスケールに没頭すると、ストレスがたまらないと語っている。ゴルフをやると、金、ボール、名誉が一度になくなると日経のインタビューに答えたこともあり、ゴルフはやらないとのこと。 タコ刺シを積みに、日本酒を飲むが、タバコは吸わず。読売ジャイアンツと、三橋道也、そして息子の影響で、長渕剛のファンである。また育った大分県を故郷としており、在京大分県人会会長という高の、国かボス特命大使を務めている。NHK 経営委員会の石原進委員長は、前田を NHK 会長に選んだ理由について、メガバンクで、 大きな改革をしてきた実績があり、人をまとめる力や改革を推進する力があると語った。ありがとうございます。